皆さんこんにちは、松本幸四郎です。私が出演いたしましたシネマ歌舞伎最新作女殺し油の地獄が11月8日から東劇ほか全国の映画館で公開いたします。今回は映画界で活躍される監督スタッフの皆さんにご協力いただき、私も編集に参加いたしました。舞台の客席からは見ることができない映像も撮影し、シネマ歌舞伎でしか表現できない新たな作品として仕上がりました。ぜひ映画空間で舞台を見る新しい世界をご堪能ください。女殺し油の地獄は近松門左衛門が書いた作品です。でもドラマ性の強い作品ですので、まあ、いわゆるドラマ性の強い作品というのはシネマ歌舞伎に、するとより明確になっていくと思いますので、そういう意味では、シネマ歌舞伎ならではの女殺し油の地獄が舞台とは違った味で完成されるのではないかと、それを期待して、これをお願いしました。そうですね、そのドラマ性を強くする、明確にしていくというにあたっては、やはりその舞台空間であるというのが一つ大きな問題だと思います。どれだけこうライブ感を映画館でも感じていただけるのか、またそこでドラマをどうやって、ドラマにどん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 皆さんに入り込んでいただけるかっていう、その距離感といいますか、その具合が随分打ち合わせをしたなというふうには思います。また映像に関してもその心理的な部分というのがとても大事になってきますので、そういうところは新たに、シネマ歌舞伎のために、油の地獄をある部分ですけれども演じて撮影するっていうことをしたり、まあ、いろんな角度からお客様が入った状態では撮れない部分を撮影したりとかっていう、シネマ歌舞伎のための舞台といいますか、お芝居をしたというのが非常に大きな挑戦だったかなというふうには思います。この河内亜由布という人物は、まあ一言言えばもう破綻した人間ですね。ですのでこう悪いというふうに思っていないといいますか、悪いことをしても、それぐらい破綻した人間で、ただもうどの瞬間も真剣だって言いますかね、まあ嘘をつくのも真剣に嘘つき、遊ぶ時も真剣に遊ぶという、もう本当に、常にマックスに生きている男だなっていうふうに思います。まあ別に悪いことをしたいというわけではないんですけれども、ある意味人としてはそれが魅力的じゃないかなっていうふうに思います。シネマ歌舞伎女殺し油の地獄、11月8日より公開です。映画館でお待ちしております。